これが足に刺さって暴れ出したのか。もう大丈夫だ。綺麗だな。綺麗な髪だ。そうかな。徳弘君にそんなこと言われるなんて。いい子だ、さくら。いつも馬のことばっかり言うんだって。怪我はなかったか？さくらはいい馬なんだけど、ちょっとやんちゃなんだ。だから乗り手もまだ決まって。